はいどうも、プライムでーす。はいどうもー。うん、うんでーす。うんでーす。そうだ、虹の洞窟だよ。これさ、下ればいいの上がればいいのわかんない。どっから来たんだ、俺ら。あれあれだ、確か。わけのわからない。今、右上の階段から来たから。うん。下ればいいの下ればいいの多分そう。いや、まあ洞窟は基本下りかが、うわ緑色だ。これそっか虹色に変わるんだよね。あれ光んなくなった。でもまた赤くなった。物増やし、なんかすごいワクワクするよ。チートするよこれ。ここでセレクトボタン7回押して。いやポケモンかよ。お、人一個だけ2つに増やす。なんだろう。きびだんごにする。きびだんご、きびだんごにしるっつっちゃって。あれこっちも階段だ。ドラえもんみたいな発想。やばい。ポケットを叩くとビスケットがいっぱい。実際2つなんないよね、叩いたら。うん、叩いたらなんかカスがポケットの中にあってすごい取り除くのがめんどくさくなる。そうそう。でもこうやって考えちゃう大人ってつまんないよな。そう、もう俺たちそういう大人になってしまったんだよ。あ、アシュラめったに絶好調ならないアシュラが520万分の1で。めったになんない。あ、おにぎり増やせってこと、つまりこれ。いや違うだろう、きびだんごよりしょぼいわ。おにぎりなんだな。おご飯を、だけご飯を。おにぎりうまいよね。あ、こっちやね。炊きたて、そっちやないよ。炊きたてのご飯で作るおにぎりは最強だよ。塩おにぎりほど絶品なものはない。いや、中何か入れるだろう。塩にぎりが一番お前米の美味しさをな、この野郎。お前そんなことで絶対中に明太子とか入れるだろう。入れないよ。梅干しとか簡単だしね。おかかとか入れるだろう、絶対。入れない入れない。ツナマヨとか入れるだろう。これなんかね、何食べるのもそうだけど、結構なんか素材の味みたいなのが好きだから、俺なんか肉にタレとかかけないもん。なんだお前、神田川敏郎か、お前は。あれだよ、知らねえよ。神田川敏郎で知らないよ。神田川敏郎は有名だぞ。え、何の人？素材と、お前、山岡なんとか、なんだっけ、味一問目じゃねえや。なんだっけ、あれの、おいしんぼの主人公、山岡なんとかって人だよ。ん？ん？もう何でもねえ。何でもねえ。もう、知識つけてからもう一回行きなさい。あなたは。ちょっとね、知らないよ。知識が足りなすぎる。あ、もうこれもうボスでしょ。なんだこの野郎。あれもうボス、あれボスじゃない。なんだこれ。やった。なんだこれ。巨体、え水晶じゃん。やった。えなんだ、どういうこと。アジアスでまさか。あれ、あ、なんか取り出すだけなのに。え、あ、ボスとかいないのみたいだね。みたいだね。やったぞー。やったやー。やったぞー。どういうこと。あ、でも確かに水晶を集める物語だったわ。確かにこれそうだよ。うん、ちょっと待って、強さで分かるのかな。集めた、あれどれだけ集めたか分かんないね。まあいいや、まあいいや。抜け出しやっちゃう。これこんな抜け出しやっちゃう。マジか。ピューンだよ、これ。ぬる。これでぬるかったな。次行こうか。次行こうか。次どこ行く？多分迷うから、カット。よっしゃ。お？お。なんか入った。来ましたわ。てか、こんなのわかるわけないだろうが。来ましたわ。ほら。しかもダンジョンっぽくなってる。なんだこれ、ダンジョンっぽいなぁ。これ5時間ぐらい探したぞ、5時間ぐらい。出たー。ちょっと上。こっち側。うん。こっちはなんだ。うん。上。めっちゃ上。こっち長いな。あれ？出ちゃう、もしかして。あー。出た、まあ、とりあえず真ん中の方行こうか。ちょっとエンカウントちょっと乱数調整する。いや、でいいよいいよ、そういうのできてるよ。乱数調整できてるよ今。本当だな。あれできてる。
戻れ戻れー。ああ。よし。よし、牛島くん、よし。さあ、よっしゃ。来たー、村だー。おう。ん？なんか動いてる。なんだあれ。なんだこれ。カブトムシ？何これ。メタルビートル。あれ話しかけらんない。メダロット。おーっとおっとおっと、いや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 、早く見たいじゃんねえと、この世がなくなっちまう。あ、カラクリだこれ。さっき言ってたカラクリの村だ。名人揃いだけど、海の底に住む下げんない。下げんない、あげんない。てやんでいちくしょう、こら、べらぼめい。くそったれが。ここだな。あ、左げんないだった。北の上に、へぇ。右げんないもいるのかじゃあ。右げんないのかな。へい、へい、彼女。カラクリの村の職人さんたちは気がないけど、みんな本気を見たいじゃん、役立ちたいのよ、テヘペロ。どかい？次、神器。おっとっと、邪魔でいい鬼退治のカラクリ作り、こちらとは鬼退治隊、城をもっと強くしたい。おっ、動いてたの？てか、なんかね、いっぱい穴があるんだよ、ね。絶対これだろ。絶対この。これね、多分、いや、神社でしょ。燃え下がってるここだろ。これ神社でしょ、ほら。あ、ほんとだ。セーブするっしょ。するっしょ。つーか、これからっしょ。それ何なの？え？何のやつなのそれ？全然覚えてないんだよね。覚えてねえの？全然覚えてない。何なのそれ、よく言うけど。孫一。来た。孫一だった。はい。うわっ！お、2万でも溜まってる。うわっ！でも空飛んだり飛空艇でしょ、いわゆる。そうだな。てか、お金かかんの？お金貯めなきゃいけないの？ちょっとタダでやらせてくれよ。こっち鬼退治してんだからさ。飛ばせるようにした方がいいんじゃね？お、大砲の弾。大砲。でも大砲をやんないとダメだから。大砲の弾って何？だ、大砲が撃てるんだよ。でもいつ使うんだろうな。大砲撃つってどういうこと？わかんねえ。あ、やだやだ。たっけ。なんだよ。こんな偏僻な日の当たらないところで寝るのに650も払ってさ。どうかしてるぜ。風通し悪そうだもんな。先祖だった。先祖。サテンだった。サテン。サテン先祖だよ。いやでも今は武器買わずにあれ改造した方がいいよ絶対。マジで？だって一回空飛ぶようにしちゃえば好きに行けんじゃないの？浦島の装備がね。あれ貯めるのはいくらでもできるし。う、これ欲しい。あ、でもちょっとお金余るよ。まあね、2万余るからそれで空飛ぶようにすれば。っていうのはある。うん。これは牛吉。牛吉だよ。牛吉じゃないの。牛吉仲間になるかと思ったわ。じゃあとりあえず改造するか。こ、改造する場所なんだねここ。そうみたいね。てか船じゃなくて城なの。だね。空を飛ばせる。お。簡単だな。簡単に行くな。簡単だな。場所とかいいの？簡単だな。で、余ったお金で、牛吉じゃなくて、そうだね。防具に、防具。あ、よかった。アシュラ。お、よかった。あ、よかった。え、マジで？あ、あるのかい。あ、でも大鎧持ってるわ。しょぼいな。なんだこの野郎。なんだこの野郎で。ギアマンのバラ。ギアマンだよ。ギアマンってなんだっけ、コメントであったね。なんて意味なんだっけな、忘れちゃったからいいや。コメント教えてもらったの。ほんと、ね、なんだっけな、ギアマン。ギアマンってどういう意味だっけ。なんだっけ、どういう意味だっけ、ギアマンって。わかんない。ぽいぽいぽいぽぽいぽいぽぴーぽいぽいぽいぽぽい。それは謝んだろうでしょうが。ああ、今でも十分に強いというのに。大津波めっちゃ上がるよ。俺たち買った方がいいけど、でも今後の改造、まあいいか、買っちゃう？待って、ギアマンの、どうしよう。浦島太郎の装備を買うか、それとも。アシュラの方がいいかもね。うん、アシュラの方がいいかもな。たかが知れてるもん、浦島なんて。下取り。ひでえこと言いやる。じゃあ行こうか。行こうか。これ城行けばもう飛べるんじゃない？うん。あ、でも、まださ、海で6人いろんなとこ行ってないけど、まあいいか。
ね。とりあえずでも飛べたらいいじゃない。そうそう、とりあえず飛べたらいいじゃない。希望の都の近くだよな。素敵やん、素敵やん。ザバ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 なかなかね、これ、そこのさっきのさ、溝もさ、わかんないじゃん、絶対。あんなんだよ。そんなことあるみたいな。ねえ。何あの溝、ヒントがないしね。ほんまや。鬼の爪痕の下だよとか言って、スズメの。ね、あ、城がこっちに来てる。あれ、あ、城が来るようになるんだ。あ、空飛べるから。そう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 。あ、そういうことなの。ふに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 遅いぞってなんだこいつ。なんだふにふにって。なんだこいつ。ありがとうでも。うん。いい薬です。本当に。これ空飛べるようになったっていうことは。あ、これ宿屋があるよ。お。お。おお。ちょっとさ、休もうぜって。もう休んだよ。あ、休んだか。宿屋で。うわ。おお。なんかね、こうやって見るとさ、あ、これね、操作すごい面白い。上を押したらもうずーっと上。あ、そうなんだ。うん。なんだこれ。自動的に動いちゃうシステム。そうそうそう。でもね、便利すごい。確かに。こんな敵も出ないし。ね、いいね。いやー、いいね。いい、出ない。いい薬です。素晴らしいよ。あ、これ山ダメなんだ。そう、山ダメ。さすが山ダメだね。さほど浮いてないんだ。てか、白奥ってすごいよね。え、じゃあどこ行くんだ、これ。チャゲ城、そう、チャゲ城。白ってなってるね、白。ね。強さ、ああ。白。耐久度1000。大砲撃つ意味。耐久度ってなんだ、まあ、地蔵さんで止まるんだけど、地蔵さんの大きさが山ぐらいってことが今分かった。お地蔵さんで止まるってことは割とでかいんだ。山ほどの地蔵奈良の大仏ぐらいあるんだ。あるよ。恐れおののくがいい。で、次どこ行くかって話だよな。これ余計迷っちゃうな。でもね、しかも遅いしね。これなんかまた次までカッツ。ここか。来た。お、来ました。海の仙人来ました。海の仙人って今度は何教えてくれんの。やっとだ、やっとだよ。海を教えてくれるんだよ。疲労困憊だよ。うひゃひゃ、わしか釣りを愛する。そんなのもう海の仙人じゃ。ほう、水木じゃん。ただの、もっとも昔はダメ仙人とも呼ばれておった。知っておるか。え、そうか、それはよかったの。うひゃ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 、テンション高いな。わしのありがたい話を聞きたいか。そうか、それはよかったの。うひゃひゃひゃ。ネズミが作ったという村には行ったかい。ネズミが作ったという村、行ってない。そうか、それは、いや、行ったじゃん俺ら。おむすびコロリンってそうじゃない。松葉さん、松葉山の眺めは素晴らしかったか。まあ素晴らしかった。そうか、安坂村の桜でどっちの騒ぎをやったか。やったやった。そうか、雪食ってお腹を壊したことないか。ないないない。そうか、大事な大会で優勝したか。優勝していない。そうか、純安の漬物はうまかったか。うまくない。神の味噌汁はうまかったか。うまかった。そうか、鬼の爪痕で迷子になったろう。なったなった。そうか、おっと、つい話し込んでしまった時事の長橋にはいけないな。いや、そうか。なんだそうか。綾瀬王子とかぐや姫は怪しいと思うか。いや、どうだ。そうか、かぐや姫様よりやしゃ姫様の方が可愛いか。いや、これ何なのこれ。エンマ様の家族は円満。どうじゃ、面白いじゃろう、うん、そうか、一つ前の日本の総理大臣の名前が言えるか。言える。そうか、電話をしている時にプッと女らをこいてしまったことはないか。しょっちゅうだね。そうかい、
EC 統合におけるリージョナリズムに追いついてお前はどう思うかね。はい答えになってないはい。ランドサット衛星はトランスファ軌道に打ち上げてドリフト軌道に投入するんだな。いやこれ違う、カーネージ軌道に投入するんだよこれ。なんで知ってんだよ申し訳ございません、会員の方以外はちょっと。はい、そうかどういうこと、ご飯のおかわりはご遠慮なく。はい、そうか、ごめんなさい、友達のままでいましょうね。はいなんだもう、ええ公式が病気これ、ファールボールには十分お気をつけください。はい、そうか、今年度全米ナンバーワンヒットもうはいしか言えねえよ先生、それは良くないと思います。そうか、これ間違った選択肢、ナタデココってとっても美味しいし。そうか、星くん、いいえどういうことだ君、どこの学校の生徒。はい、そうか、痴漢に注意、車のナンバーを覚えて。はい、そうか、じゃあ元気を大切にね。これは東京電力今話題の、お、奥さん、米屋です。はい、なんでそんな焦ってんの。そうか、文書フロッピーがいっぱいです。フロッピーか、この時代は。そうか、もう一度わしの話を聞き直したいか。よくのわしの長い話を最後まで聞いたものじゃ。最後まで聞けば OK なの。あっぱれじゃん、思ったろ。おう、なんだ、どうすればよかったの。よくわかんねえ、これ人気と分かったぞよくわかんねえ、話聞いただけで。何よ、釣り竿、釣り竿、ここまでやって釣り竿。実は釣り竿。うん、はあ、術じゃないんだ。説明、海で使うといろいろなもの。つまりどういうことだってばよ。どういうことだよ、海って言っても広いよ。装備できんのかね。ああ、どうだろう、できないね。あ、ようわからんけども、まあ、時間がね、うん、収録時間がだいぶ長いよこりゃ。もうね、1日半ぐらいやってたよこれ1時間ぐらいで、はい、多分カットしてね、多分十数分になると思いますけど、はい、プライムが喋ってました、ロッピーが、操作してました。また来週、バイ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 。